はい。皆さん、こちら物販講師の黒沢です。以前動画で商品リサーチの4ステップっていうものについて話をさせていただきました。今回はその4ステップも含めた初回のテストマーケティング、初回の Amazon での出品までの8ステップについて話をさせていただきたいと思います。Amazon のみならず、すべての商売っていうのは常に手順や手続き、システムやルールっていうのが流動的なんですね。ですからあくまでも2020年5月現在の8ステップというふうに ご理解いただければ幸いです。まずですね、商品リサーチを行う際に大切なことっていうのは母数を集めることです。数を集めるっていうと義務的でもめんどくさくでもとりあえずなんとなく集めりゃいいやって思う方いるんですが、それは大違いなんですね。数を集めると言っても、あくまでもご自身の主観や好奇心に従って楽しんで商品の数を集める必要があります。なんとなく数を集めるのであれば商品リサーチツール使えばいい話じゃないですか。Amazon のランキング上から全部かっさらってくればいい話じゃないですか。 しかしながら、そういった主観や好奇心なくしての商品リサーチっていうのは、みんな同じような商品しか集めることができません。で、そのような状況に至ってしまっては、結局似たような商品をみんなで共食いするような話になってしまうので、皆さんがまずご自身を信じて、自分の主観や好奇心、興味があった、目に留まった、こういうものが好きだ、自分の趣味はこうだ、そういったご自身のそのままを思いっきり出して商品リサーチをしていただければ幸いです。次に、買い付け候補 絞る という段階に至ります。こちらも結局のところ、たくさん集めた中で、特に何を買い付けたいのかっていう商品を、例えば10商品だとか、12商品だとか、選んでいただく流れになります。次に、相場価格や商標についてチェックする。まあ、商標については後回しでもいいんですが、第3のステップっていうのは、ここで初めて、客観的なデータに基づいて調べると。アメリカアマゾン .com で販売するのであれば、アマゾン上の類似商品っていうのは、どのぐらいの相場価格、 なのか特に上位表示されている1ページ目から5ページ目くらいの類似商品のデータを参照してその中でだいたいこの価格が相場価格だっていうのを見出す相場価格がわかれば自分が出そうとしている買い付け候補の商品の理財が分かりますよね主観主観客観という形で必ず客観を挟んで商品リサーチを行うっていうことが大切ですでこの4ステップ超大事なんですよここを行わずに123123 123をぐるぐるぐるど 行動を巡りしてしまう方っていうのが結構多いんですよじゃあこの4の差し替えというステップは何なのかというと相場価格を調べていったら買い付け候補の商品が例えば10商品あったとしてもそのうち3商品はまあまあこのまま出せるとしかしながら残り7商品っていうのはそのまま出したのでは利沢屋が取れないもしくは全く売れている形跡が見当たらないなどなど問題が出てきたとしますこの7商品に関しては差し替える必要があるんですが差し替えの方法って実は 簡単なんですねアマゾン上で相場価格調べる際に使ったキーワード群ですね。お客さんは自分のこの商品をどのようなキーワード群で探すかなって考えたそのキーワード群を活かしていくんですね。キーワード群の中からどのような商品が比較的単価が高くって売れている形跡があるのかを絞っていくんですね。で、この際に大切なのは客観的なデータ上で調べていくんですが結局のところまた主観が大切になってきます。要するに答えは1個じゃないんですね。 この検索結果の中で、あ、この商品も売れてる形跡がある。この商品っていうのも比較的単価が高いっていう答えがいくつも出てくると思うんですよ。で、そのいくつも出てきた答えの中から、どれを選ぼうかなっていうのはまた主観になってくるんですね。皆さんの方向性や意向っていうのが大切です。ですから、一貫して言えることは、この1234のステップっていうのは、客観的な判断材料、データ、事実も大切なんですが、何よりもやっぱり皆さん自身の自信だとか、自分を信じて、 信じる力だとかポジティブさだとか前向きさっていうのが随所で大切になってきますですから何でもかんでも優柔不断だったり絶対的な答えが一個あると思っていたりだとかあとは講師が何でもかんでも答え出してくれるだろうっていう依存的な人っていうのは必ずここまでで止まってしまうんですね何度も止まってしまいますまずご自身を信じること皆さん一人一人の個性っていうのが物販セラーとして必ず花を咲かせますから自分自身そんな趣味もないし自分はつまんない人間だなんて思わずに その一人一人の人生何十年もみんな生きてるわけですから、その中で培ってきた意識的であろうが無意識的であろうが皆さんが持っている個性っていうのを、まず信じてあげる心っていうのがものすごく大切になります。物販っていうのは、まあ、様々な商売何でもそうだと思うんですが、皆様の個性っていうのがそのまま生きてくる。そして日本人ということがそのままバリューになってくる。価値になってくるのが、特に私が行っている中国から商品知れたアメリカアマゾンで販売するという物販です。そこはとにかく自信持って前向き 向きにかつ具体的なな行動をを着実に進めててていいいくくようう姿勢っていうのを貫いてくださ,いさて、この後ですね。5番のステップなんですけれども、ここ今までなかったステップなんですね。商品が決まりましたと差し替えも行いました。その次のステップっていうのは、紙タグを作る必要があります。なぜならば、エラー5665対策なんですね。エラー5665については、今までもいくつか動画出させていただきました。こちらの動画下の説明欄にも、 関連動画貼らせていただいてますので、そちらの動画でご確認いただければなと思います。あなたのこのブランドは本当にあんたのブ,ロンブランドなのちゃんと商品で使っているのっていうことを証明するための材料として、皆さんのブランド名を記載した紙タグが必要になってきます。ですから、初回の買い付けっていうのは、商品自体の買い付けプラス、紙タグの発注っていうのも行う必要があるわけですね。で、その紙タグを作るためには皆さんのブランド名が決まっている必要があります。だから、紙タグを作る。で、紙タグを作るためのブランド名を決定する。 っていうことが必要になってきます。これが5つ目のステップですね。で、この5のステップまで行けたら、ようやく見積もりを代行会社に出すと。で、代行会社に見積もり出して、その後微調整する必要がありますね。何を微調整するかっていうと、見積もりを出してみたら、思ったより高くなっちゃった。もしくはすごく安くなってしまった。やっぱりある程度の数を一気に買い付けた方が、1商品あたりの 送料の負担、国際送料や関税の負担っていうのがぐんと下がるわけですね。また、大抵どこの代行会社でも20キロ以上の買い付けを行うと送料が一気にぐんと安くなります。逆言えば20キロ未満の買い付けだと送料が割高になってしまう可能性があるわけですね。ですから平均的には初回テストマーケティング私の生産はだいたい8万円前後のトータルの金額になるように 買い付ける方が多いです。買い付けを行って商品が届いた後にタグを付けた商品の画像を撮影してもらいます。これ私と私の生徒さんがお世話になっているメインの代行会社さんではその商品の画像っていうのをスマホで撮影してくれます。で、そのスマホで撮影した自分のブランド名の付いた商品の画像がエラー5665を解除するためには必要なものになってくるんですね。詳しくは下の関連動画をご確認いただければなと思います。これが第7のステップ。で、第8のステップっていうのは出品登録をもちろん行って いくんですが、必ず出品登録を行ってブランド名を記載したタイミングでエラー五六六五っていうのが起きます。エラーコード五六六五っていうものがバッと出たその商品の画面ですねを画像キャプチャーのソフトでガシャッと撮っていただくプラスアルファこのタグ付けの商品の画像をもう撮影してもらったものがあると思いますから、この二つの資料をテクニカルサポート、要するにセラー専用のお問い合わせ窓口に連絡してエラーコード五六六五を解除してもらうという流れになります。し エラーコーコド5665実は解除できない場合もあるんですよなぜならば、本来、ブランド名が高級的な方法で、その商品についているっていうことを求められているものだからなんですね。とはいえ、現在、布タグ、紙タグレベルでも、エラーコード5665が解除でき、 という実例がありますし、じゃあ商品に高級的な方法でブランドをつける、要するに印刷したり刻印するっていう話だと、初回テストマーケティングにも関わらず、いきなり何百ロットも知れなきゃいけない話になってしまうので、それは非現実的だと。コストが無尽蔵にみんなあるわけじゃないですから。っていうことを考えると、布タグ、紙タグをつけた画像って、エラーコード5665の解除を試みるんだけれども、うまくいかなかった場合は、それはそれでしゃあないので、まあ何回かトライはしますけど、それでもダメだった。エラーコード 5665が解除で、きなかっった場合っててていいうのははノーブランド商品品とししまずは出品していくでそれが売れたら、初めてもう売れてる商品だってわかってるので、その次の買い付けだとか、その次の次の買い付けぐらいで、その商品にブランドを刻印したり印刷して、それなりに大きなロット、何百ロットとかを買い付けて、印刷も,もちろんちゃんとアリババ業者の方でしてもらって、買い付けて、で、ブランドのエラー5665っていうのも解除させて、出品するっていう流れに持っていけばいいかなっていうふうに、 思います。まだまだ情報が少ない領域のエラーなので、ぜひね、このエラー コード5665についてまず名前を覚えていただいて関連動画っていうのも合わせてご確認いただくことで冷静沈着に進んでいけるかなと思います。というわけで今回は商品リサーチの4ステップとその後買い付けや出品登録エラーコード5665を解除するための4ステップ合わせて8つのステップ、8のステップについて話をさせていただきました。もし今回の動画ご参考になりましたらぜひ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴ありがとうございました。 失礼いたします。